猫と人の幸せをつなぐハートフルコミュニティにゃうにゃう。猫にアロマオイル、エッセンシャルオイル精油、脇剣。猫に対するアロマオイル、エッセンシャルオイル精油の初めての有害性が疑われたのは1990年代の初頭のことです。ティープリー、ユーカリア、蜂蜜で有名なマヌカの木の仲間、配合のシャンプーや飲み防除用商品を猫に対して使用した後に猫が具合が悪くなるケースが散見されました。そして、強化は吸収されたティープリーが中毒症状を引き起こしているのでは、という疑いが浮上したのです。そして、その後もアメリカのナショナルアニマルポイズンコントロールセンター、NAPCC 動物中毒事故管理センターには、立て続けにティープリーによる猫の中毒事例の報告が届いたのです。ほとんどは、高濃度なティープリーが配合された商品を皮膚に対して使用したからです。アメリカで問題に。蒸気のような報告を受けて、アメリカでは猫用シャンプーなどのティープリー配合比率を 1% 以下にすべきとの勧告がなされました。また、特定の疾患、糖尿病や転換など、を持つ猫、肝臓が未発達な子猫の場合は 1% 以下の配合量でも使用を避けるべきとしました。具体的な中毒症状として、嘔吐、めまい、運動失調、異常行動、筋肉の震え、そもそもうつ状態、失禁、食欲の減退、活力喪失など多岐にわたり、ティープリーを皮膚に使用してから2から8時間の間に起こるとされます。皮膚の適切な洗浄と、点滴や下剤の投与など、獣医師が適切な処置を早期に行えば、通常は2から3日で回復するとされています。そして実験による結果。こうした症例についてより詳しく調べるため、のみが大量に寄生している3匹のアンゴラ猫の毛を剃り、皮膚に対してティープリーが高濃度で配合された市販ののみの化粧品を使用するという実験が1998年にコーネル大学の研究者によって行われました。結果、約5時間後に3匹すべてに中毒症状が現れ始め、猫 A は低体温、運動失調、起立不能。猫 B は脱水症状に陥り昏睡状態。猫 C は神経過敏、震えの症状が出ましたが、運動失調はわずかに見られただけと、個体によって症状の強さにはかなり開きがありました。3匹の尿からはいずれも、テルピネン -4、オール、ティートリーの構成成分、など、ティートリーが体内に取り込まれたことを示す成分が検出されました。その後3匹には皮膚洗浄がなされ、治療が施されました。猫科の動物はアロマ成分を代謝することができない。
ティートリーは抗菌消臭効果が優れている上、飲みやダニ、そして皮膚トラブルに有効であるため、家畜やペット用のシャンプーや飲みダニ防除用商品によく配合されています。実際に欧米やオーストラリアでは以前から犬や馬、羊に対して使用されてますが、問題が起こったことはありませんでした。では、なぜ、猫だけではなく、猫か、全般がダメ。近年分かってきたことで、猫科の動物は遺伝的にアロマオイル、エッセンシャルオイル精油の成分をうまく代謝することができないと判明しました。同じペットでも犬は雑食で、穀類などの植物性の食べ物も人間と同じように消化、吸収することができますし、馬や羊は草食ですので、もちろん植物を消化します。しかし、猫は完全な肉食動物なので、実は植物を栄養として利用することができないのです。猫がアロマオイル、エッセンシャルオイル精油をうまく代謝できないのは、食性の大きな違いと関連があるようです。猫と同様に完全な肉食動物であるフェレットも、やはり猫と同じようにアロマオイル、エッセンシャルオイル精油に対する中毒症状を示すことがあると言われています。猫に対する毒性が特に高いと言われているアロマ成分は、最初に大きな問題になったのがティートリーだったので、ティートリーのアロマオイル、エッセンシャルオイル精油について書きましたが、他のアロマオイル、エッセンシャルオイル精油はどうなのか。これ、実のところ他のアロマオイル、エッセンシャルオイル精油については、どの程度の危険性があるかはっきりしたことは分かっていないのが現状です。その毒性がどの程度かを知るには、実際に使用した際にどのような影響が出たかを調べる疫学的なアプローチが必要なのですが、これは簡単なことではありません。猫に対して毒性が特に高い成分。アロマオイル、エッセンシャルオイル精油を構成している成分のうち、フェノール類、ケトン類、ピネン、リモネンの4種は猫に対する毒性が特に高いと言われています。フェノール類を多く含む。ミルラ、パチュリー、クローブバット、タイムホワイト、シナモンリーフ。ケトン類を多く含む。ペパーミント、ローズマリー、ただしケモタイプ、カンファー。リモネンを多く含む。オレンジスイート、グレープフルーツ、レモン、ベルガモット、ブラックペッパー。ピネンを多く含む。サイプレス、ユーカリ、ジュニパーベリー、フランキンセンス、パイン。蒸気はあくまで4成分が多く含まれている代表的なものです。他のアロマオイル、エッセンシャルオイル精油も微量であっても、これらの成分のいずれかが含まれていることがほとんどです。
また、この4成分以外にも危険性のある成分はおそらくあるのではないかと考えられています。そこで、猫の皮膚にはどんなアロマオイル、エッセンシャルオイル精油も使用しないように。そして絶対に猫がアロマオイル、エッセンシャルオイル精油を舐めないようにしましょう。アロマランプやディフューザーを使えば大丈夫。これまでお部屋にアロマオイル、エッセンシャルオイル精油を焚いたことが原因で猫が中毒症状を起こしたとする信頼できる報告例はないようです。少なくとも上で書いた強化は吸収による急性中毒的なことが方向浴で起こることはないようです。しかし、一方で、長期的には、方向浴であっても影響が出る可能性を懸念する獣医さんもいます。アロマオイル、エッセンシャルオイル精油の成分は代謝排出されずに、猫の体内に蓄積されていく可能性があるという考え方です。お香やアロマキャンドルは、精油を染み込ませたタイプのお香は、とりあえずやめておきましょう。アロマオイルそのものに比べれば濃度が薄いとは言えますが、猫への害はまだ不明な部分が多いので、不安に思いながら使うというのも、というか、単純にリラックスするためのものなのに、不安に思いながらでは全く本末転倒ですよね。そう考えるとアロマキャンドルなども同じですし、どんなお香でも、そのほとんどが植物を原料としています。お香の元になる香木は一般的に白檀やキャラ、人工で、結局、樹木から取れる香料なので、やはり避けるのが無難でしょう。猫にアロマ、エッセンシャルオイル精油は危険のまとめ。今回調べていて、アロマオイル、エッセンシャルオイル精油に関しては驚かされました。しかしながら、自然界でもこれらの植物成分はたくさん漂っているではないかという意見もあります。しかし、アロマオイル、エッセンシャルオイル精油は人間が人工的に抽出した高濃度の成分ですので、それが自然のものとは一概には言えないと思います。まだまだアロマオイル、エッセンシャルオイル精油と猫との関係の研究結果はわからない部分が多いということなので、やはり結果が出て安心して使えるようになるまでは考えた方が良いと思います。今回は猫とアロマについて調べてみました。